うわぁ、よく寝た。やば、今日11時からイベントマッチだったのに寝坊しちゃった。まあ、今日はガチマッチでもするか。何の武器使おっかな。え、ああ、待ってくれ。うわぁ、み、ローラー苦手選手権日本代表のローラーイモルです。今日は苦手な武器ローラー系を克服しようという回で持ってきたわ、スプラローラーコラボ。前回のアップデートで転用イカがめちゃくちゃ強化されてんのよ。転用イカの移動スピードが 10% 速くなってるんで、これでもゴリ押しでドヤ顔していきたいなと思うんだけど、前回バリアブルローラーでボコボコにされて僕の精神が破壊されて、それ以来一切もう2ヶ月ぐらいローラーの動画一切出してなかったんだけど、もうさすがに出していこうかなと。おー、見て1キル、やばい、今回覚醒してるかもしれない。あ、そんなことないか。まあ、配信でちょくちょく使ったか、ライブ配信で。でも、重くそボロ負けして、もう先般先般よりも先般、超ド先般みたいな感じで、コメントがね、やばすぎだろ、真面目にプレイしてみたいな感じ。いや、僕真面目なんだけどなって思いつつ、川さん、これ重くそ追いかける。10% 速くなってるから。やべ、早くね。本当にこれ強化されてる？ちょっと待って、逃げられたんだけど、普通に。ねえ。おかしいって、強化されたの嘘なんじゃない？まあまあまあ、みんな、僕のギアを一旦見てくれ。今回スペシャル増加量アップと減少、ガンゴリ積んできてんで、これでちょっと低用意下で暴れていきたいっていう僕の作戦だけど、サブ使っていくわ。ビーコンで味方援護。で、からの大根切り。何が起きた？ちょっと、今何が起きた？でも、わかんないけど、まあ、とりあえずビーコンが生きてんで、まあ、ビーコンは僕の、友達なんで、田植えを定期的にしていきたい。よし、まあまあまあ、相打ち相打ち相打ち。ちょ、きちいな。まあ、1試合目ちょっとみんな多めに見て。ちょ、2試合目から覚醒したんだけど、まあ、そのためのちょっと経験値を今のうちに貯めていきたい。これ、低油化、ブーパンサー。もう危険になったら一瞬で低油化。で、これで追いかけるわけよ。あれ？あ、ちょ、もうそれやめて。僕がローラー使わない一番の理由に、射程が短い。あと、普通に弱え、この武器。あ、イモらないといけないって言われるけど。芋ってる間にか、ちょ、やばい、結構僕ガチの顔になってるわ。命かかってるから。もう言っとくけど、みんな、今日もう味方批判も敵批判も全部してるから、うん、不快になるなと思ったらみんな、今すぐ見るのをやめた方がいい。そのぐらい、このローラーは、うわ、倒したい。くそ、いや、マジか。あー、逃げられた。一旦引く。もうピンチだったらすぐ引く。いや、もう、塗り状況最悪じゃねえか。やべ、今んとこ先般かな。先般なのかもしれながら、でも9カウントでしょ。希望しかないね。今まで9カウントとか1カウントでも余裕でカバーできたから。イモリ散らかし、え、読まれてる僕の動き。マジで冷静にいこう。これイモれてる僕。一応塗り状況、あ、転用価溜まったわ。これでかます。ヌマジャンを買っていく。一人しばいた。2人目も倒しちゃおっかな。なんで2回当たったっしょ今。おかしい。ウォーミングアップは終わりだ。そろそろ僕の覚醒ローラー見せちゃおっかな。まず一旦ビーコン田植えして、あ、農業だね、言っとくけど、こちとら第一産業になってる。やば、いや、ちょっと当たんねえわ、あれ。射程短すぎない？あれ、いや、くそ、きちいな。そこいるな。横振り、縦振りと横振り使い分けれるから言っとくけど。なるほどね、この武器の特性もう把握したわ。ここからキルハのローラー無双試合始まるわ。みんなカッポジってよく見てくれ、伝説が始まるから。いや、僕のローラーさ、腕前何歩くらいかちょっとみんな教えて。キルハのローラーは、まあ、腕前 S ぐらいはあるか。 S ぐらいあるでしょ。ワンチャン S プラス、いや、 X ぐらいあるか。だってこれ X マッチだもんな。ビーコンビコーンと、もう射程だけじゃんそれ。まあまあまあ、慌てなサンナの精神を、味方めっちゃ溶けてね。いや、僕はここで止めるわ。どうした、やべ、2対1は効いてない。うん、やばまあ一旦冷静になろう。慌てたらダメよ、ローラーは血が上ったら負ける。冷静にノックアウトしに来るから、そこに叩き割る。大丈夫、芋って芋に散らかす。おもんね。この試合は僕冷静にいきます。さっきはちょっとね取り乱しちゃったんだけど、この試合はいつも通りのキルハで戦っていきたいところ。まず冷静に、まあ、今回は狙撃ができない代わりにビーコンがあるけど、定期的にビーコンを端にね、バレないよこれ。芋って縦振り牽制でスペシャル貯めたいな。せっかくギアがあるから。
これ詰めちゃおう。裏取り決まる。これ完璧でしょ。いや、早くないじゃんの移動。引きにくです。あ、引けない。この武器ふざけとる。武器所に返品するわ。大丈夫みんな、まだビーコンが来てる。ビーコンがある限り何度でも蘇る。大丈夫。やべ、横振りと縦振りを使い分けろって確かコメントにあった気がする。ちょ、それ意識するわ。この試合まずはこれ横振りな。あ、縦振りだったわ。くっそ。あれ今の横振りじゃないの。結構近づかないで横振りは倒せないのか。範囲は広いけど、ダメだ。ちょっと関門突破されちゃったけど、イモルは一旦イモって取った瞬間を狙う。やばい、もうスペシャルゲーじゃん。またこの展開だ。誰か止めて、誰か止めて。あ、ナイスナイスナイス。さすが味方。味方も最強というところで、まだはあるよ。味方もやる気だ。ここで止める。ダブルキル。先ほどローラーを侮辱する発言があってしまったのですが、まあ、今回この試合に勝って、まあ、ローラーは神武器だよっていうのをみんなにちょっと教えていきたいところなんですが、ちょっとこの試合は深呼吸多めに戦ってみるわ。うん、まずはここでビーコン生やして深呼吸の舞。こう深呼吸、これが第3呼吸です。みんなここでまだよ、第4呼吸を使ってしまう。これまだ冷静にな。今深呼吸してるから、これ縦振りです。しゃ、おしゃしゃしゃ。今までの僕は今横振りで倒せなかったけど、これはイモル。あ、見れちゃった、バレちゃった。これ横振りです。あ、縦だった。くっそ。あ、まだ、おい、いい感じ。さっきよりいい感じ。キル取れるとこの武器楽しいんだよな。左来てる、これ。分かってんだよな。もうなんであいうちなん。おかしいって、こっちの方が先だったじゃん。深呼吸のキル派。そう、切れちゃダメな。スプラトゥーンっていうのは頭に血が昇ると負けるゲームだから。科学的に証明されてる事実だと思う。曲者。曲者ローラー。見た今の。完璧な曲者。これ、手用が使うわ。使って、確実にしばく。こういうやつよな。本当にこれ 10% 速くなってる。やべ、普通に逃げられるんだけど、多分使うタイミングが悪いのか。いや、終わったわ。みんなどうしよう。これ終わったわ。さよなら、みんな今までありがとう。あいうちだ、あいうち。これがローラーの強さよ。この試合なんか勝てそうな雰囲気悪くない。徐々に僕も上手くなっているのかもしれない。上達を感じる。上達を感じるから、スプラトゥーンっていうのはやめられないんだよな。これ取るわ。ここ持ちは任せて。僕ここ持ちは普通に上手いから、これでうんよ、うんよ、うんよと。で、帝王が使う、速攻で使う。これ倒す。いや、マジか。あーの、ゴリ押し。ほら、お前も捕まってるよ。よっしゃ、倒した、倒した。見て、ここで、やばい。あ、味方が持つ。じゃあ倒すわ、僕。いけるか。ぬるぬるぬる、塗った。え、終わらせよ、このまま。いや、来た来た。やったー、ダメっと勝てた。ストレスやべえ。またローラー練習していきたいね、来年ぐらいに。